ここどこだかわかります？来たんでね、僕は。ちょ、読んでみて。元 J リーガーの唐揚げ屋、近日オープン。わあ。ある僕の大親友の、同級生の子がこんなとてつもない店をオープンするということで、もしかしたら僕も働くかもしれません。もっと J リーガーの唐揚げ屋近日オープン。ここは場所的には京都出身のオルトスくん、どこなんですかね。ざっくり言うと縁町と西王子池が、西王子池の間、ちょうど真ん中、藤の木町やってたかな、はい、にあります。はい、近くにはみんな大好き大東、はい、病院があったり、あと居酒屋さんだったりがいろいろ、あと服屋さんもあったりするんですけど、そこの一角で、風邪みたいで中に入りましょうか。はい、失礼します。さあ見てください、もうこうやって YouTube でこの中作業中のところを撮るというのはなかなかないですからね。本当に今こうやって作業をしてるんですけれども、まあ、ちょっと僕はじゃあもう今日すべて許可いただいてるんで撮ってみますね。はい、はい、冷蔵庫入りました。はい、洗い場、はい、はい、油、多分これ揚げる、唐揚げ揚げる、うん、で、ここでこうやって揚げてる時にも見れるね、こうやって、うん、でも手振ったりなんかして、はい、どんなもんじゃーいってやりながら、ちょっといろいろすごいですね。ちょうど今日はこういうなんかいろいろ作業内容が書いてあるんですけど、もう全部手作りで作ってます。すっごいこのやっぱり一から作るって、ね、愛を感じますし、これがどうなっていくかというところも、唐揚げ屋さんなんですけれども、まあ、イートインというか、ここにカウンターを作る予定で、唐揚げ屋プラス、ここで僕が作って、お店やっていこうと思いますので、ここで皆さんに、のど飯を振る舞いたいなと思います、はい、楽しみにしてください。じゃあ、ちょっと一回、厨房を立ってください。そうです。でお客さん目線今なるんでね、これで、はい、そうです、大体やります。はい、こんにちは。あ、いらっしゃいませ。こんにちは、一人でいいですか。あ、もうどうぞ。あ、すいません、失礼します。はい、ちょっと今おしぼり出すね。はい、はい、ありがとうございます。いや、今日は暑いですね。暑いですね、まだもう9月になったのに、もうですね、残暑厳しいですけど、はい、あ、どうします、何飲みます。とりあえず生で。 OKはい、生いっちゃおう。それを噛んだけど、生で、はい、はい、おい、ありがとうございます。いただきます。おい、いやー、笑っとすまそうに飲むね。いや、今日のメニュー、ちょっとこんな感じだけど、はい、まあ、唐揚げはもううち唐揚げやし、はい、唐揚げだとか焼き鳥、あとまあ今ちょっとアヒージョもちょっと今日は、うん、何のアヒージョですか。鶏肉の滝戸の枝豆、うわ、あとなんと舞茸、お、でそれ一つで、ちょっとホリンシのスパイスやってくるね。はい、今日いいのあるよ、いいの仕上がってるよ、いい、はい、はい、あらずっと、どうぞ、暑いから気をつけて、はい、いただきます。パンとかもついてくれたらいい。バケットあるよ。ちょっと待ってね、はい、
はい、はい、バケット、これも、はい、ありがとうございます。あと残ってたら、はい、ちょっと半、まあ1人前だと多いから少し、あの、最後、そのアヒージョとパスタ絡めて入れていくから、ちょっとまた言ってね。はい、ありがとうございます。いやー、こんな感じでやっていこうと思います。腰バイブが過ぎますね、これは。なかなかだった。あとね、やっぱこの J リーガーのね、引退の後っていうのがすごい今問題ですし、もちろんプロスポーツ選手の一つ問題になってるんだけれども、まあ、ここでしっかりした形を作って、まあ、安心して、あ、やりたいなと思って広めていけるようにっていうところも、この第1号店としてコンセプトでやっていくので、もうね、やっぱり引退してどうしようどうしようと思う選手ってたくさんいる中の一つ選択肢として、まあ、こういう形もあるっていうのを示していけたらなという思いで始めますので、皆さん、ちょっと見ていただいて、こういう道ができたんだなっていうのを知っていただけたらなと思いますし、まあ、Jリーガーがやっぱりもうプロスポーツ選手も外でね、食事とかすることも多いんで、その点、まあ、味に、ね、舌が肥えているところもあると思いますので、そこはそういう人たちにもね、あ、ここの唐揚げ美味しいって思ってもらって、次の道、あ、この唐揚げで店作りたいと思ってもらえるように作っていきますので、皆さんぜひ気にしておいてもらえたらなと思いますし、まあ、何かあったら僕に連絡してもらえれば、いろいろそこを形つなげるので、まあ、不安な気持ちを、ね、少しでも取り除けるように、まあ、僕はもうすっごい不安で生きてたんで、まあ、本当にこの道、この店ができることによって新しい人生、そしてフットゴルフもね、応援してくれるということなので、しっかり、お店に立ちながらもフットゴルフしっかり、結果出してやっていこうと思いますので、皆さんぜひ来てください。もちろんテイクアウトやってますので、食べに来てください。そしてなんと、ここの唐揚げ屋さんのやっぱり恩返しというところも今考えていて、サッカーボールを、売り上げの一部でサッカーボールを買って、近所のサッカー少年でサッカー少年団だったりスクールだったりにボールを寄付するという活動もしますので、まあ、この地域一体となって子どもたちの成長も、盛り上げれるようなお店にもなっていくと思いますので、ご期待ください。